そうそう、理が強いかなっていう感じかな。何かあると、そう、こうでこうでこうだからこうって考えがちというか、はい。うん、そういうのがあるかな。それが2つ目。それが二つ目かな。うん。よし、じゃあ最後。最後は、なんだろうな。本当何してんでしょうね、私たち。飽き性なんだ。なんか短所、何、1個目が他人の評価を気にしすぎるあまり気遣っちゃうところで、2つ目が何だっけ、理理屈っ屈っぽい。ぽいで、1つ最後が飽き性。飽き性。うん。そんなに短所じゃないじゃないですか、全部。あ、本当？なんか嘘つ結構きと短所だと思うんか、だけどな。嘘つきとか、なんか嫉妬深いとか、なんかそういうのじゃないんですね。守りに入ったかな、私。そうだよ。そうそう。でもね、その、だから、こうしちゃうっていうのがあると思う。多分なんか、気遣いすぎると、結構なんか、まあ、八方美人っぽくなるじゃん。そうそうそう。八方美人って言うと結構あんまり良くないよね。じゃあ今私に気遣ってますか、結構。いやー、どうだろう。でもまだ、なんだろう、ネクストアップも通じてまだ5回ぐらいしか会ってないじゃないですか。だからなんかまだ探ってる部分ってのはやっぱあるんですかね。じゃない？それは。あ、まあそりゃそうですよね。だけど、そうだね。なんか、割と、その初対面とかでも結構こう、すごいこう、社交的に見られるし、なんかその時とかすごい楽しくできるんだけど、結構なんか帰ると疲れてるみたいな、めっちゃ気使ったな、みたいな感じになってるとか結構あるかな。そうそうそう。あと理屈っぽいのはね、本当何か言われた時に、すごい、こう、理屈っぽく返すとさ、なんか、いうところはあるかもしれないね。で、なんか納得しないと動かないかったりとか、ここ、なんか正したくなるというかさ、で、ここ筋通ってないじゃん、みたいな。そういうことで、か。そこ、で、別にそこ良くない？みたいなところでもそう、なるようなところがあるかもしれないな。なるほど。あと、まあ、飽き性はね、続かないからね、物事が。好きな芸能人とかさ、あるじゃん、そういう趣味とか。突き詰めて超専門性みたいなのはね、ならないな。ならなくて。結構なんかミーハーな感じかもな。そうなんですね。さあ、かのんちゃんのターンだ。じゃあ私は、言い慣れてるでしょ。だって、仲良くなると。毎回言ってるから。前から言ってます。じゃあまず一つ目。まあ全部あれなんですよ。女になってからなんですよ、私の場合。おお、そうなんだ。女になってからの、じゃあ短所3つ。OK。緊張すると顔が引きつる、あー。笑顔がなくなるっていう感じですかね。笑えなくなっちゃうんですよ。笑ったらなんか男っぽい顔になるんじゃないのかなっていう。ああ、そっか、なんか崩れるからってことね。その、作ってるあれじゃなくなるからってこと？そうです、そうです。なんか素を出した瞬間に、あ、結局男なんじゃないのかなって思われる恐怖心でもう今4年間過ごしてます。そっかそっか。そう感じなかったですか？ああ、どうだろう。でも確かに、笑顔少ない感じはしたかもしんない。笑顔少ないですよ。ね、そんな感じはした、確かに。でも、くしゃっていう笑顔はね、あんま見てないかなって思った。なんか仲良くなるとできるんですよ。自分の素を知ってもらってるから。それが一つですかね。仲良くなりにくくなっちゃったの。だから人と。確かにね、そう考えちゃうとね。
なんかおしとやかにしてっていう、うん。なんだろう、男え、的でもそな、んなのさ、昔の考え方じゃん。3歩下がって、みたいな。半歩下がる私の場合。いいよ、そんな。3歩下がって、3歩下がってからも、なんか助走つけて、もうなんか前の人倒すぐらいの感じで大丈夫だよ。なんか最近ちょこちょこなんかそういうカツラかぶってみたりとかしてるんですよ。そうなんだ。はい。っていじゃあう。その後、かのんちゃん男の子とデートしてみたっていう動画だぞ。多分あれですよ。ベルさん、私あれ、ベルさんに襲われちゃうかも。イケマジメン、で惚れる？イケメンすぎて。怖 いな、惚れました。は好きい、な人できます。カップルチャンネルになっちゃうかもしれカッないプね。ルチャンネルいいかも。どんなタイプですか、好きな人は。好きな人はね、まあ、一途、一途。一途。一ほう。途で、はあ。もう、優しい人がいい。優しい人。じゃあビジュアル面では、例えば。ビジュアルはね、まあ、全然そんなにこだわんないな、本当に。あ、もう好きになった人がタイプみたいな感じ？うなんだそれ。周りに入ってんじゃねえよ。あ、そうだ、まだ短所1個しか言ってないですよ。そうだ、1個しか言ってないよ。笑わないっていうことだよ。はい。あと、1つ。あ、2つか。あと2つ。もう短所な、そうだな。でも私、すべてがなんかそれかもしれない。なんだろう。女としていなきゃいけないっていう呪縛にていとうら呪われ縛てる。によって出てくる行動がポンポンポンってっていう感じか。そうです。なんだろう。人の顔色が伺っちゃう。伺う。あと、なんだろう。自分のことしか考えてない。二つ目。自分がどう見えてるかってこと？自分が良ければいいっていうじゃなくて、常に人と話してる時に自分が男として見られているんじゃないか、女として見られてんじゃないかっていうことばかりしか考えてない。だそれが自あ、でもね、分。それは確かにね、感じたかもしれない。ネクストアップの時とかも。やば。例えばどういう時？どういう時ですか？どういう時？なんかさ、他のスタッフの人とかにさ、なんか、私、その元男の子ってこと知ってますか？みたいな感じで聞いてたじゃん。そう。なんか、全然聞かなくてもそのまま大丈夫なのに、みたいな感じで思ってたから。ああ、そうそう。めっちゃ不安だからすごい、なんよ。気にしてるんだ。不安なんだなーって思って。正直言ってくださいね。女子から見て私、女子の中に紛れ込んで違和感ってあります？いや、ないんだよ、全く、それが。本当ですか？身長高いぐらい？でも私も身長167、8あるからさ。ああ、なんかシンパシー感じました。もしかし だて、から、ベルさん、全然。尻尾がついてんじゃないの？みたいな。前に。いや。ちょっとなんか、でもさ、若干私喉仏みたいになるしさ、おかしいな。本当ですか？そう。今度見てもらえばわかるけど。やばい。あ、やっぱそう感じてたんですね。そう。だからなんか、そう、言っといた方が、それを、まあ、むしろなんか知ってくれてた方が、まだちょっと気楽にできるみたいなところがあるのかなとか。すごい分かってる。すごい分かってるじゃないですか。ベルさん、いい人ですよ。よかった、それなら。はい。まあ、これが一つ、二つ目ですかね。二つ目、そうだね。人の顔色伺っちゃうやつだね。はい、で、人三の、つ目？まあ、人の顔色、さあ、一個目なんでしたっけ？一個目が、そのなんか、笑うのが、苦引きつっ手。ちゃうって。そう。緊張すると引きつっちゃうって言ってまあ、それはなんでか、バレないか心配みたいな。た。そうで、だよ息つね。るね。で、二つ目が、人の顔色伺っちゃう。で、三つ目がある。自分のことしか考えないって。あ、そうです。で、最後一個があれです。人と話すときに相手に緊張させてしまう。映るってことは、映り緊ま張をす。映しちゃうっていう感映しじ。ちゃう。ありますよ、どうなんやっ。か人に映しちゃうみたいな、よくそういう人いますよね。まあでも確かになんか緊張映って、どうやってこっちも切り出そうかなってなることはあるよね。ああ、やっぱり。
まあでもさ、特にあれじゃない？肩書きというかさ、元男の子ですっていうこととか知ったらさ、まあ多分、なんかそもそも話すのにさ、気使っちゃう人とかもいるじゃん。とかそうも多分か、多いじゃない？ううん。ん、多いでなんかす。多分それもあると思うんだよね。なんか、かのんちゃんが映してるっていうよりかは。じゃあ言わない方がいいのかな。どっちいなんだろや、言っていいと思うけど、なんか、最初は、なんかどういうふうに、う。はい。言ったら、どういうふうになんか、接したらいいのかな、とは思うんじゃない？なんか、慣れてないことだから。そりゃそうかも。忘れてた自分がそうだったってこと。そうだ。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おい、会ってねえよ。 実はこれ録音してるんですよ。これ生放送してた？